今度の金曜日21日から秋の全国交通安全運動が始まるのを前に女優の高島玲子さんが警視庁王子警察署の一日署長を務め交通安全を呼びかけました高島さんは午前11時過ぎから東京北区の区立王子小学校で開かれた秋の交通安全運動のイベントに参加しました高島さんは地元の高齢者およそ350人と一緒に輪投げに挑戦しました わなげは高齢者の方に距離感覚や視力が若い頃に比べて衰えているのを認識してもらうためのもので楽しみながら交通安全への意識を高めていました。